共産党参議院議員木田佳子です、ありがとうございます。さあ本当にいよいよここでみんなと一緒に再稼働反対、原発いらない、何よりも命を守れと訴えてきました。経済経済と言っている人たちはいますけれども、経済支えているのは私たち一人一人の人間ですから、その命をないがしろにするような政治は絶対に許せない。原発は最多では絶対反対、 TPP も賛成反対、命を守る政治をやれ。この外だけじゃなく国会の中でしっかり訴えてこようと思います。これからもみんなで頑張りましょう。象徴的ですね、本当に我々の側の人間共に30代、そして共に美男美女美しい考えを持つ人間は顔も美しい素晴らしいことです。我々の側の人間また美しいですというわけで改めておめでとうございます。我々も本当にあの中に送り込んで眠くって栄光を取ってることじゃダメですよ。我々も頑張りますよ。本当に全力でお願いしますというわけで、今日もここでまだまだミーンプラークをここに引っ掛けやんないといけないんですよ。先ほど申し上げました原発赤炉をまさに山田さんです。経済産業の象徴であるならば、ちゃんと経済再民、経済再民の意味は分かってますか。お金を血液のように世の中に回して人々の胃袋を満たす、すなわち人々の胃袋を経済によって支えるってそういう意味なんだ。命をないがしろにするのは経済にあらず、経済再民にあらずなんだよ。経済産業省にあるならば命を大切にする、これは大原則なんだよ。だからこの列島上において活断層が下に通っててちょっとぐらいずれても大丈夫になってって原発を取らない、これは命をないがしろにする行為だから、経済産業省の名前を名乗る資格はない。経済産業破壊省に名前を今すぐ変えなさい。その名前が一番ふさわしい。それでよろしいですね。あ、そうですね。まともな経済産業、そうですね。はい、はい。やっぱり女性の方優しいですね。男性というのは常に力を保持したがる。これは男性の悪い側面です。男性は、だから男性が戦争とか起こしたんですね、これ良くないですね。ちょっと深めに参りましょう、で、TPP の問題ですね、命、これ何度も言ってますけど、命っていうのは生きてるっていうことは、心臓が鼓動してること、頭が思考してること、心を感じてること、その状態です。で、それが継続すると生活暮らしになるんですよ。で、命を直接的に脅かすのが原発だったら、それが継続して生活暮らしになった時にそれを脅かすのが、まさにそれが TPP でしょ。